5月19日、集まれに日常が戻ってきました。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、4月17日以降、練習を停止していた水戸ホーリーホック。茨城県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、およそ1ヶ月ぶりに練習を再開しました。トレーニングも感染症対策を徹底。密集を避けるため、最大10人ずつの3グループに分かれて行ったほか、選手同士の距離を1メートル以上離れるような練習メニューが組まれました。練習初日ということで、コンディション調整を重視。ランニングやサーキットトレーニングなどの軽めのメニューで汗を流しました。選手たちはチームメートとの久しぶりの集まりでの練習に時折笑顔を見せるなど、楽しみながら行っていました。全員で練習したわけじゃないんですけど、まあ、ある程度の人数でこうまとまって練習できたっていうのは、まあ、僕自身、まあ、やってても気持ちよかったし、まあ、久々にこう、ね、あのチームメイトとこう顔合わせて練習するっていうのは良かったなって思って、まあ、再開の、ね、目処はまだではないですけど、まあ、体も動かせるしボールも蹴れるしっていうところで、あの気持ちよくやれて、まあ、これからもやっていけるんじゃないかなとは僕は思います。まあ、今こういう時期で、ね、まあ、徐々にこうあの、ね、緊急事態宣言とかちょっと解除されたりもしてきてるんですけど、まあ、やっぱりなんかこう外でご飯食べるとかも、ね、あの自粛しないといけないっていう状況なんで、みんなストレス溜まったりしてると思うんですけど、まあ、再開の目処は、まあ、立ってはいないですけど、まあ、僕らは再開する、まあ、と思ってこう、ね、あの指導し始めてまたあの練習していくんで、まあ、そこに向けて僕らは 100% であのやっていくしかないんで、まあ、なんかこう無観客で試合するっていう案もなんかいろいろ出てるんですけど、まあ、そうなった時はね、ちょっと試合会場で、ね、サポーターの皆さんと会うことはできないですけど、テレビとかでこうてもらって、あの、まあ、画面越しですけど応援してもらえたら僕らも元気出るし、ね、そのためにやっぱり結果出してこう、ね、上に行ってこう常に勝ち続けないとサポーターの人も、ね、喜ばせてあげられないと思うので、まあ、そこは僕らの使命だと思ってこう、ね、結果にはあのこだわって大会してやっていかないといけないと思ってるんで、まあ、再開したらあの本当、ね、テレビ越しになるかもしれないですけど、あの応援してもらえたら嬉しいなと思います。練習後、日立出身の本間浩二選手にリモートでお話を伺いました。久々に今日やってみてどうでした？いやもう本当楽しい、やっぱね、すごく楽しかったですね。やっぱりもう、まあ、もちろんサッカーを好きだっていうのは分かってますけど、あのそれをこうまた再認識じゃないけどね、うん、させられたし、ね、こうやってちょっと離れてるけど仲間たちの顔も見れて安心したし、
見た感じみんなこうね太ってるやつとかもいなかったし、しっかりみんな、まあこういう時にやっぱりこう本当プロ選手の進化って問われると思うし、多分みんなそういう思いをして日々を過ごしてくれてたんだなっていうふうに思ったし、まあ僕自身もやはりこうね、この長くこのクラブにいる代表としてやっぱりしっかり模範となるように、よりなんならもうこの時期にもうもっとコンディション上げてやろうくらいな感じで、はい、トレーニングとか生活したりとか規則正しい生活したりとかしてました。はい、やっぱこの自粛期間も結構いろいろトレーニングしてたんですよ。そうするとそうですね、毎日欠かさず、まあ、ほとんど休んでないかな。それはもう家でこうなんかいろいろメニューがあってとかそういう感じだったんですか？そうですそうです、まあ、チームのメニューも、まあ、ありましたけど、あとは自分のね足らないとこだったりとか弱いとこだったりとか今直したいようなところをアプローチするいい時間だったので、そういうところをトレーニングしたりとか、でキーパーってね結構やることいっぱいあるし、さらに僕もねこの自粛期間中に43歳になってしまいましてまあもうこの世界ではもうまあまあなおじいちゃんなんでね、やることがいっぱいあって時間足らないぐらいです。で今日実際にそれをこう体をね、キャッチしたりとかいろいろやったと思うんですけど、結構激しい目にやりましたね今日ね見てました？見てました見てました、はい、もうゴールキーパー普通にトレーニングしてるなそうそうそう、まあそんなことがあってもいいような準備っていうのはもちろんしてたし、その中でこう自分が課題に挙げてたところも今日のトレーニングではたくさん出て、出る内容のトレーニングだったので、そこの確認をね実感できながらトレーニングして、あ全然その、前と今では全然すごく良くなってるっていう実感があったので、まあそのトレーニングっていうものをさらにこう取り入れていこうかなっていうふうに思ったし、なんかすごくいいパフォーマンスがもっとできるんじゃないかなっていう自分に対する可能性もすごく上がって、自分自身すごく喜んでます、ね、今練習すごい3グループでこう分散して、ね、やる感じになったじゃないですか、うん、それはどうですか？はいね、本当はねみんなで顔合わせて、ね、やりたいですけどね、なかなかもう今、ね、やっぱり僕たちがこうやってみんな我慢してる中ちょっとずつ始まっていく中でね、やっぱそういう模範とならなきゃいけないですし、なかなかこうロッカーとかでもね、僕らゴールキーパーだけ違う部屋だったりとか自分の今ロッカー使えなかったりもするんですけど、まあ、けどこうやって透明でこうやってみんなが元気な姿を見れて本当に嬉しいし、こういうの時期を利用してみんな怪我人はね、しっかり復帰してきたりだったりとか、まあ、全体練習までもうちょっとこういう感じが続くのかなとは思いますが、その全体練習の時とかになんかこういい驚きというかね、そういうことが、できるんじゃないかなっていう期待感を、まあ、自分自身もそうですしみんなにもしてます。なるほど、そういういい、ね、期間にこの、まあ、コロナの期間もそういう風な感じになって交流できれば一番いいっていう感じですよね。そうするとね、そうですね、まあ、本当にねその最初の頃はやっぱりすごく自分の無力さになんかねやっぱりちょっとねネガティブなになったりとかね、いろいろ考えたりはしたんですが、まあ、それを経てやっぱり僕たちができることっていうかね、そういうことを多分みんな気づいたと思うし、みんな考えたと思うので、人として、人間として、みんな一回りも二回りも大きくなって、きっと帰ってくれる、来てくれると思うし、こういう中で、どういうことが大事かっていうのを僕たちね、ベテランだったりだとか、がやっぱりね震災もねいろんな辛いこともたくさん経験してきてるわけで、もちろんみんなそれ分かってると思うし、そういうことをやりやすいようにこうさらにそれの輪がね大きくなるように僕たちがなんかうまくこうコーディネートだったりオーガナイズしていければいいかなっていうふうに思ってますけど。
まだちょっと再開の時期は決まってはいないんですけれども、はい。ここまでに向けてこういうふうにやっていきたいというのはありますか？まずは怪我しないでね、しっかり。やっぱりまだまだいつ始まるか分からないところもあるし、やっぱ体もそうですし、やっぱりメンタル面っていうところもね、かなり大事になってくると思うので、まあ、気を抜かずしっかり一日一日大切に過ごしていくっていうことは変わらないですし、だんだん先が僕たちもこう、もし開幕が決まればね、見えてくるんで、その時にこう、またチームとしてもいろいろ変わってくるでしょうしね、その時にトップギアである程度いけるようにね、僕だけじゃなくて周りをしっかり巻き込みながら、いい準備を進めていきたいなっていうふうに思うし、降格はなくなったけど昇格はあるんでね、もちろん僕たちは昨年の悔しい思いっていうのは忘れてないし、本当に僕も50歳までね、選手できるわけじゃないんで、僕が現役のうちに早くね、J1 に行きたいんで、本当にこの1年ね、こういう時こそ、逆にチャンスなんじゃないかなっていうふうに思って、ホーリーホークは、J1 目指して戦っていきたいと思います。わかりました。では、はい、最後、地元茨城の皆さん、はい、ファンの方見てると思いますんで、はい、一言、メッセージをお願いいたします。はい。皆さんお久しぶりです。本当に皆さんに会えなくて寂しいです。本当に家族としか会えないしね、まあ皆さんも一緒の状況だと思うんで、けどこのコロナ禍が落ち着いたらね、きっと会えると思うので、その時にしっかり笑顔で会えるように、僕も自分をしっかりグレードアップさせてね、皆さんにもっといい思いだったりとか、いい結果だったりとか、僕ができることをしっかりできるようにね、いい準備をして待ってますんで、皆さんもポジティブに前を向いて、共にこの時期を乗り越えましょう。また会える日を楽しみにしてます。